ちのおさきです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今世間をお探ししている山口県阿武町の給付金誤送金4630万円の返却を求める件で、24歳男性の代理人が先日記者会見をされまして、そちらの方が、まあ、ちょっと返却とか返せないという話になっているので、まあ、あと裁判には応じますということだったんです。で、その弁護士さんがですね、顔出しをしないでやりたいということで、まあ、代理人としては別に犯罪者でもないので顔出ししてもいいのかなと思うんですが、まあ弁護士さんとしてはこれは本当は受けたくなかった案件なのかどうなのかちょっと疑問に感じるの。本当にね、正々堂々としてるんであれば顔出ししてされた弁護士さんなんだからされてはどうなのかなと、ちょっと何か不可解な感じがしました。まあ、彼は24歳の男性は数年前に空き家プロジェクトの件で、こちらの能勢町の阿部町ですかね、に移り住んで、まあ、この移り住んだ時にですね、やっぱりこう手当金じゃないですけどやっぱり引っ越しということで100万円とか前にいただいてるらしいです。で、今回、返金誤送金が10万円ずつの、国民1人につき10万円の給付金を一時世帯に振り込んでしまったということで、その分の返却を求めている際に銀行に職員と一緒に行き、で現場でちょっと気が変わってしまい返せないと言って拒否されたということです。で、今窓口でも30万ぐらいずつしか下ろせないのかな。で、ATM だったら1日100万円ずつ下ろせると思うんです。だとしてもですね、4630万円を下ろすのに日数かかるわけですよ。それまで、まあ、返却に応じないとしてもその時点で、まあ銀行で拒否された時点で、銀行口座の差し押さえとかをしてもよかったんじゃないかなと私としては思うんですけれども、そういう行動には移されなかったということで、まあですね、30日以上かかるわけですよね。100万ずつ下ろしたとしてもエラーになっちゃうと思うんです。100万円ずつしか今下ろせないと思うんです。一口さんです。別のチャンネルのリスナーさんが、まあ例えばスイス銀行とか外資系の銀行に移してしまったりすると戻せないとかあるんじゃないかなとか、そういうふうな話もしてらっしゃいました。今ご本人は、居場所もはっきりされていて、お母さんからとかも返済の説得をされてるらしいです。ただ借金があったりとかそっちの方に穴埋めをしてしまった場合返せないっていうのはあり得るかなっていうのがあります。まずは銀行口座の差し押さえをするっていうことと、でそれを何か買ってしまって車とかね、高額のものを買ってしまってという場合だったら、その相当のもの、家とか、物質で、差し押さえをすると。でそれでもダメだったら給与の差し押さえをするというふうな感じですね。給与に関してはもう会社を辞めてらっしゃるようと噂を聞いてますので、差し押さえはできないかなと思われます。ただ4630万円で24歳だとしたら、まあ、高齢な、ね、80歳とかだったら話は別なんですけど、まあ、ちょっと一生遊んで暮らしていけるにはちょっとすぐなくなってしまう額なのかなとは思います。男性の方ですね、まあ、これから、どうなるか分かんないんですが、
まあ、あと、弁護士費用も含めますので、5000万円台にはなるというふうな話を伺っております。また、別のチャンネルの方のリスナーさんにはからコメントいただいたみたいなのを聞いたんですけれども、この町自体になんかちょっと使途不明金のお金があるらしいっていうふうなことをそのリスナーさんは言ってました。これはそのリスナーさんが言ってたので本当かどうかはわからないです。まあちょっと今回、誤って送金してしまったということなので、その町自体の会計システムがきちんと管理されて、業務が行われていたのかどうか、そういうふうなことをきちんと、まあ、行政として調査をすべきではないかなと思われます。まあ、銀行とかでもね、なんかちょっと噂で聞いたことがあったんですけど、まあ、ローンとかね、そういう多額な借金とかを間違ってね、完済にしてしまったという話も聞いたことがあって、まあそういうのは保険でね、対応されたのかなと思うんですけれども、まあその責任がね、どこに行くのか、まあそれは結局はお金が出てこなければ税金でその分また4630万円の税金がそこに投入されなくてはいけない、本当は出なくていいものが投入されなくてはいけないので。やっぱり間違って振り込まれた場合、やっぱりきちんと返却をしなければいけないかなと思います。あとちょっと脳裏に浮かんだのが、その銀行の話、私が昔聞いた銀行の話、そのローンの完済を間違って完済してしまったという話と、あと、前ね、今もう時効になってる3億円ですか、事件のこともちょっと脳裏に浮かびまして、そちらの方もやっぱり保険で対応したということでした。まあ、今回ね、市のお金なので、市町のお金なので、まあ、行政の方で保険でっていうわけにはいかないと思うので、まあ、また税金が、投入されると思うんです。その分ね、国税なので行かれると思うので、この、みんながね、苦しんでいる税金がそこに流れていってしまいます。まあ、一回ね、男性の方もね、きちんとね、一生涯かけてね、お返しいただけたらと思います。そんなつもりはなかったのかもしれないし、やっぱり人気目の前にね、お金が入ってしまうと目がくらむとかあるかもしれませんが、やっぱりこうね、現世においてそういう人のね、血とか汗がねじんだお金を悪意を持って取ってしまうと、やっぱりね、それって将来自分がまた帰ってきて苦しむことになりますので、ね、できるだけ返せるものはできるだけ返していただけたらと思います。まあ、国としてはその業務が適正に行われていたのかどうか、もう一度きちんと調査をお願いしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。